で今ね、ちょっと新聞紙持ってきましょうね。車に水のタンクがあって、そこにナトリウムが少しずつ落ちながら水素を発生して、それからできた水素ガスが自動車のチューブの中に水素ガスが溜まってきますと、どんどん膨張してきます。であれ膨張したらスイッチが働いて止まっちゃう。でそれで走ってればいいんです。空気中ですぐ酸化しちゃうんで、酸化ナトリウムですけども。あれが水素ガスで。である程度こう満タンになりますと、スイッチが働いてこの止まるわけです。スイッチ。で走ってるうちにだんだんこれがへこんできますよね。へこんできたらまた電気信号が働いて。中のナトリウムを自動的に切断すればいいんですよね。でまた太陽を今勝手に追いかけて止まるから。入ってきてね、跳ね返ってきたっていうのが一番熱い。この火を溶かしちゃう。これ燃えてる方がいいね。同じブレーンを何人か集めてねやれば、本当に、半年か1年以内の間にいくらでも実用的なものできちゃいますね。いいよ、なかなかいいよ、なかなかいい。これ水蒸気、水です。太平洋の水無人で、あれ誰の所有物でもない。世界中の人が使えるから、この海水がでもし走るようになれば世界平和、それから炭酸ガスが出ない。非常に面白いアイデアだとは思うんですけれども、海水からですねナトリウムを取り出す過程でいろんなエネルギーを使うわけですね。太陽のエネルギー熱でその乾燥させて、そういうナトリウムの化合物を抽出するところまでは多分エネルギーはいらないと思うんですけれども、海水をそういうふうに、水を取った状態ではですねナトリウム化合物だけじゃなくてマグネシウムですとかカルシウムですとかいろんな金属類なども残ってますよね。その中からナトリウムを取り出すっていうのは非常に難しいと思いますし、エネルギーがそこで必要になるわけです。水素を何から作るのか、その時にエネルギーがどれぐらい使われるのか、それをちゃんと考えて原料から使った後の副産物ですとかそういったものを全部含めたトータルのエネルギーや CO2 の出方ですね、これを全部チェックして全体として CO2 を減らせたのかどうか。ね、こんな、ほら、こんなべちゃくです。